グアリコは、獣脚類恐竜の属の一つ。もし機種は、グアリコ親愛である。グアリコは、現在北パタゴニアである地域に生息していた。当時そこは、ゴンドワナ大陸の一部だった。化石は、ウィンクル層から知られる。復元図人とのサイズ比較有名なティラノサウルスのように、グアリコは日本指の退化した前足を持っていた。このことは、 クアリコがカルノサウルス類であるということを前提として、ティラノサウルス類やアベリサウルス類に起こった前足の対価がカルノサウルス類においても同様に起こっていたことを意味する。2007年2月、フィールド自然史博物館のプレパレーター、新谷明子は、エゼキエルラモスメシアダムの西、ビオランテサイトで新種の獣脚類の骨格を発見した。2016年、その標本は、 マコビッキーラによって、命名、記載された。俗名は、マプチェ神話やトゥエルチェ文化における悪魔のような存在であるグワリチョを意味する。種小名は発見者、シンタニへの懸命である。ホロタイプ MPCNPV0001 は、頭骨を描く、部分骨格でなる。それは四つの動詞、三つの中部を詞、肋骨、腹肋骨、左,の肩甲骨左前詞、 右前腕、両方の恥骨の縁端、右の大腿骨、左の大腿骨の縁端、右の頸骨及び、肥骨の筋位端、中足骨要素、三つの右足の抹節骨で構成される。ほとんどの骨は発見されたとき、本来の解剖学的な位置のままだったが、大部分は風化によって破損していた。グアリコは、同士の類似から同じく、 ウィンクルソーのビオランテサイトから発見されたメガラプトラに属するアオニラプトルのシノニムであることが示唆されている。しかしながらアオニラプトルは国際命名規約の要項を満たしていないため無公名である。D 左の死骨生態復元図系統を発生的にグアリコはメガラプトラとネオベナトル類について2つの可能性を示唆する。 一つはそれらがカルカロドントサウルス化であること。もう一つはそれらがカルノサウルス類よりもコエルロサウルス類に近縁である可能性である。以下のクラドグラムは2016年のマコビッキーらによる分析に基づく。以下のクラドグラムは2018年のポルフィリラによって発見された12の最も節約的な系統樹の厳密な平均結果に従う。また、結果は異なるが、 広報論の分析は2016年のエイプスとジア、ラの分析と実質的に同一である。その分析でサンプリングされなかった2つのメガラプトラ、トラタイエニアとムルスラプトルが組み込まれているということのみが異なる。ありがとうございます。